5番の石井が少し車を外に振って、それを見ながら1番の大内がまだ3番手キープ。3番原田がマイペースに持ち込むか。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。3番の原田がペースを徐々に上げていく。2番手は6番の木村が追走。3番手1番の大内、少し車間が空いている。後ろは2番の大内が追走。さらには4番の藤森、バックストレッチ3番手から一気に車間を詰めてまくってきた1番の大内。1番の大内が3番の花田に並んでこようというところ、花田も懸命に抵抗するが、大内がどうだ、これは行ききれないか。外から2番の大内突っ込んでくる。4コーナーから直線、2番の大内先頭に変わる。2番の大内抜け出した、ゴールイン。2着は5番の石井。